初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャ大歓迎、来るものは拒まずで、お送りいたします。パーカッションのワークショップ高文がお送りします。よろしくお願いします。はい、パンデロって、まあ、ブラジルのタンバリンがありますと。で、もともとは片手でこう支えて、主に右手を使ってこう叩くよというような楽器だったんですね。で、そこからちょっと奏法が発展して、こう細かく刻むチキチキチキ、ドラムのハイハットとかシェイカーみたいな役割をするような、こう刻む奏法があって、そこからまあいろいろ組み合わせることによって、こうサンバのパターンなんかを叩けるよっていうのがパンデイロでしたと。で、そのマルコス・スザーノさんっていうのが登場してからというか、まあ、そのマルコス・スザーノさんがやった奏法の一つに、このパンデイロ自体、持ち手の方を回転させるというやり方が一つあります。はい、もともとはこうやって支えるだけだったね、主に。だけどこっちも動かしちゃおうと、あのタンバリンを振るみたいな感覚でこっちを振って、ではこのチキチキチキっていう音をこの左手で鳴らしちゃおうっていう話なんです。はい、でこれだけだったら別に、ふん、そうなんだっていう感じだと思うんですけれども、まあこれプラスね、もともとそのパンデイロのリズムパターンとか叩くときに、主に低いベースの音、この音っていうのは基本親指で叩いてたんですね、それまでは。はい、だけどそのスザーノさんが始めたのは、こっち側、親指側の、まあ、反対側にあたる中指とか、薬指、この3本指の方で、こうバシッと叩いて、この親指で出す低音と限りなく同じようなドスッというね音、これをこのこっち側からでも出せるようにしたと。まあ、つまりいつでもこのベースが出せるようにしたっていうやり方なんですね。で、さらにこのパターンを刻むときに親指側から始めていた、まあ、サンバのパターンとかこういう多いですけれども、つまり1 2 3 4 1 2 3 4、親指側スタートが、まあ、今までの前提だったんですけれども、それをこっち側から始める1 2 3 4 1 2 3 4、中指側からスタート、まあ、つまりどっちでもベース叩けるから、どっちから始めてもいいよねっていう話なんですね。するとどうなるかっていうと、かなり複雑なパターンまで対応できる。で、このチキチキがまあ限りなくドラムセットでいうハイハットみたいな音なんで、まあ、限りなくドラムライクなパターンも演奏できるようになったと。いわゆるこの中音っていうかスラップみたいな音、パッっていう音ですね、まあ、これが、ドラムスでいうスネアドラムだとしたら、みたいな、まあ、限りなく、ドラムライクなプレイスタイルができるようになったっていうことが、まあ、発明なんですね。で、それでそのブラジル音楽以外でも演奏できるようになりましたと、このパンデイロがね。それでこう一気に広まったっていうところが、まあ、革命というか、功労者というか、まあ、ざっくり言うとね、民族楽器だったものを一個こう上のステージに上げたという。それで、まあ、ブラジル以外の人もパンデイロやるようになったと。まあ、現に日本でもすごいやってる人多いじゃないですか。っていうのは多分にそのスザーノさんがこのスタイルを作ったからとも言えるんですね。はい、スザーノスタイルの、まあ、特徴としてはですね、とにかくこのローピッチ
まあ、これよりもっと低い時もあるんだけど、だいたいこれぐらいかなと。要はマイクを通して、鳴らした時にドゥンドゥンって、バスキックのような音がするような、まあ、これぐらいの音程感です。一番多分ね、まあ、このドゥンドゥンっていう音を出したい時に貼った方がいいのはこの真ん中ですね。真ん中にこう3枚4枚重ねて、このヘッドの中で一番ここが重さがかかるようにする、ウェイトがかかるようにするとまとまった低音が出やすいです。僕の場合はですけども、こういうやつです。薬局とかに売ってる、あの指とか包帯を固定したりするテーピングテープってやつを貼っています。なのでここにちょっとこう何枚か貼って重さをつけてあげて叩いて、あ、いい感じだなとなればそれで OK で、さらにこう分厚い音にしたい場合はこのヘッドの質量そのものを、重くしてあげるとヒン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 っていうような倍音が消すことができるし、ちょっと音が太くなるというか分厚い感じの音になるので、まあ、そういう場合はね、この円の外側に近い部分にテープを、まあ、大体こんな感じで貼ってあげると太い感じの音になります。でこれはね、まあ貼らなくてもいいんだけども、これは窓の隙間テープを貼ることによって、まあ、限りなくねドラムに近いようなサウンドにしています。ドラムのバスドラのヘッドってこういうようなマッフルミュートみたいなのをするんですけれども、いるかな、まあ、ここまですると相当こう音が、低音重視な感じになるかなと思います。まあ、こういう音はい。でそれがだいたいね20年ぐらい 前の話なんですよ。今言った話っていうのが、それが広まったよっていうのが、今ねこのスタイルっていうのは、まあ、これ残念なお知らせかもしれないんですけれども、もうね結構クラシックな奏法っていう感じになってます。はい、それはどういうことかっていうと、やっぱりその楽器の奏法ってどんどん年々発展しているんで、流行り廃りっていうのもやっぱあるんですね。で最近ではですね、もうそのそもそもこの本革の方、を使う人も、まあ小炉とか昔の、ブラジル音楽アコースティックでやるとき以外は大体ねもう結構プラヘッドになっちゃってる、プラヘッド使ってる人が多いかなっていう印象があります。で限りなくもうねテクニック寄りになってるっていうか、なんか速いフレーズだったり、もうこっちをあんまり振らないで、左手、あ、持ち手の方はね固定した状態、支えた状態で主にこの右手を引き手の方を速く動かすっていうスタイルが割と多いのかなっていう気はしています。今の話を踏まえてね、そのどういうプレイをしたいかによって実はこの楽器選びが変わります。はい、でビギナーの方にはとにかく軽いものを、進めている当チャンネルなんでございますけれども、それで OK、最初の段階はね。でゆくゆくそのパンデイロをまあいろいろ駆使してなんかやりたいなといった時に、やっぱりその演奏スタイルに合った楽器選びっていうのは必要になります。はい、で今回やるのはセザーの奏法ということで、これを回転させる、持ち手を回転させるのを今からワークショップやっていくわけなんですけれども、これ当然ね回転させる前に持てなきゃいけないじゃないですか。で、1個ハードルとしてまずパンデイロが持てるっていうのが最初のハードルね。あのビギナーがつまずくポイントとして持てるっていうポイント。でその次にやっぱり振るっていうのが次のハードルになります。やっぱり振るとちょっと不安定になるから、よりねこっちの左手の持ち手の安定感っていうのが重要になりますので、余裕で持てる持てるって、言う方以外はあえてこの回転奏法を習得する必要はないと言えます。
余裕で持てる前提なんですね。でパンデロってもともと別に振るもんじゃないし、あえて、まあ、支えられればいいんですよ最悪ね。だから無理して今ちょっと持ってないんだけどっていう人は、まあ、将来的に習得できればいいかなっていうのと、今お使いの楽器をちょっと見直す必要があるかもしれません。今使っている楽器が、重くて持てないという場合はやっぱり軽い楽器にしたら、あ、余裕で触れるじゃんってなる場合もあるので、それはねちょっとご自身で検討していただければと思います。